ですね、盛山文科大臣と旧統一教会の問題について聞きたいと思います。大臣はおととしの選挙前に、旧統一教会側が示したいわゆる政策協定書、推薦確認書ですけれども、これをめぐって、サインしたかどうか発言が迷走いたしました。資料の10と11をご覧ください。結局、盛山大臣、協定書にサインしたんですか、しなかったんですか、はっきりしてください。文部科学大臣、盛山正人君。昨日の新聞報道も含めまして、一連の報道等で掲載された写真等を踏まえれば、ご指摘の集会に伺い、推薦状を受け取ったのではないかと思います。また、推薦確認書についても、正直記憶にはございませんですけれども、昨日の新聞報道等を踏まえれば、推薦確認書に署名したのではないかと考えられます。他方でこの集会は2022年7月に発生いたしました安倍元総理の銃撃以前の問題、以前のものであり、その後、自民党においてガバナンスコードの改定等を行い、自民党として旧統一教会及びその関係団体との関係の断絶を宣言しております。私としても現在、旧統一教会との関係は断っており、法令に基づいて解散命令請求の対応や特定不法行為等被害者特例法に基づく指定等の対応に取り組んでいるところでございます。引き続きしっかり取り組んでまいりたいと考えます。安倍が惨殺される前だったって、統一教会といういかがわしいカルト教団の布教に協力していたなんてひどいわ。統一教会に日本を売ったのは安倍晋三だ。だから安倍は売国奴と呼ばれるんだ。自民党は選挙に勝てるので統一教会を手放すことはしない。僕は絶対に売国自民党を許せないぞ。はい、杉尾君。推薦状を受け取ったのではないか。ただ記憶はない。そんな言い訳通用すると思いますか。昨日の、今おっしゃいましたけれども、昨日の新聞の協定書の社員、これご覧になりましたね。自分の筆跡ですか。盛山文部科学大臣。まあ、新聞のものでございますので、はっきりしておりませんが、私のサインに似ていると思いました。杉尾君。似てるんじゃなくて、自分のサインでしょ。盛山文部科学大臣。そうかもしれませんが、現物をちょっと確認できておりませんので、これ以上は答えられません。はい、杉尾君。そんな言い訳通用すると思いますか。サインがあって、自分のサインと思われるものでしょう。そしたら協定書にサインした以外に、ほかにどんな可能性があるんですか、言ってください。盛山文部科学大臣。いや、ですから、先ほど申し上げました通り、現物は見ておりませんが、その可能性が高いと思いますとお答えしたところでございます。はい、杉尾君。もう一回言ってください。サインしたんでしょ。盛山文部科学大臣。何度もお答えしておりますが、記憶にはございません。はい、杉尾君。サインの記憶がないって言い張っているわ。嘘を言い続けることに抵抗をなくしている。それほど根性が腐っているってことね。武見厚労大臣が頭をかいている。見てごらんよ。ありゃ、普通の頭のかき方と違うよ。ありゃ、統一教会の頭のかき方だ。自民党はどこまで腐っているんだ。